天命の衛星によると、つい3件ゴセキの空中戦艦が空中戦艦、まさかネゲントロピーの部隊ですか。そのはずよ。3人ともよく聞きなさい。ネゲントロピーの部隊を見かけたらすぐに捜索は中断すること。あなたたちまで危険な目に遭わせて。いやな、今回は手を貸してあげるよ。ネゲントロピーの狐どもがついに手を出してきたみたいね。 目標が現れました。キャッ！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 艦長、ゼル男に連れて行く気ですか。キャッ！キャッ！お願い、もう一人の私。仕方ない。助けてあげましょうか。ゼル、見た、これは私たちの勝利よ。
けてきたの？殺されたいの？さっきは逃がしてあげたのに、まさか私を倒せるなんて思ってるの？ウェンリーちゃん、お願いだから一緒に帰ろう。ここはとても危険なの。天命本部からS級バルキリーが捕まえに来るし、レゲントロピーの部隊も到着しちゃう。 S 級バルキリー、律者に匹敵するレベルの力を持つと称えられているバルキリーのこと。いいわ、試させてもらう。私の、あなた私より傲慢なのね。私とやり合おうだなんて、さっきはうっかりしてただけよ。本気を出したら律者を倒すなんて簡単なんだから。ブローニャお姉ちゃんを悲しませたくないから、あなたたちとは戦えない。また飛んでっちゃった。ゼーレキャッ、ゼーレ準備完了。キャッハッ、キャッハッ、ゼーレまだキャッ、かくれんぼだよ。ゼーレキャッハッ、どうでした？彼女の一座標は取得できました。本当に騙しやすいので。さすがは正直者で有名。仕方ないよ、全てはキアナたちの時間稼ぎのため。しかし彼女の位置を敵に暴露するなんて、ユランダルは少なくとも私たちの友軍なのですが。あんなうるさい小娘は友軍なんかじゃない。私はあの子のせいでどれだけ苦労したことか。それにどの道ネゲントロピーを討伐するから、ユランダルに手助けしてもらおう。位置を暴露したってネゲントロピーに少しの情けをかけただけよ。何せあのデュランダルは化け物なんだから。
その言い方からするとかなり彼女に恨みがあるようですね。ゼーレ、キュLater. 助けてあげましょうか。全任務完了。待機モードに行こう。A few moments later. 助けてあげましょうか。ゼン、この程度の敵、心配には及ばぬ。Yeah, boy.